お疲れ様です。今回の動画はですね、これからチャンネル登録を30人とか50人、とりあえずこちらを目指す方のための、そんなね、解説動画になっております。今回取り上げるのが、リラクゼーションサロン和菅瀬さんのメインチャンネルになります。ご覧のようにね、現在30本の動画が上がってまして、で、昨日17人だったチャンネル登録者さんが18人になってます。 さあ、なんでこういうことになるんでしょうか。そのことについてまずお話したいと思います。まあ、こういうふうにね、今、ホームの画面から動画っていうところにタグを移すと、今アップロードされている動画が並んでいます。動画はですね、6年前のこちら、4年前のこちら、1年前のこちら、で、つい最近の8日前のチャンネル登録10名ありがとう動画っていうのがね、1週間ほど前にアップロードされています。そこから8名、 つまり倍近く増えてるんですよね。1週間で倍近くになってます。なんでなのかっていうことなんですけども、実はね、ライブ放送なんですよ。ライブ放送をご覧いただくと、視聴者数が少ないなりに安定していることに気づくと思います。でずっと遡ってみますと、最初の再生回数はね、ほら、1ってのもあるんですよ。それから私がですね、 この「ワガンセさん」という店名について解説者はどうかっていう動画を上げてもらったんですけどもこれは同じ3週間前の動画なのに再生数が著しく跳ね上がってるでしょそれは「ワガンセという言葉は知っているんだけどもでもどういった意味だったのかなっていうこととワガンセさんはどんな思いでこの「ワガンセというタイトルをねこのチャンネルにつけたのかっていうことに対して興味があるってことなんですよねで 9月1日防災の日についてはあんまり興味が持たれなかったってことになります <laughs> そういうふうに比較することができるんですよで同じ3週間前ですけどもこの国産黒ニンニクそれからお客様のいただき物っていうのはあこの方はお客さんにどんなものをもらってるのかなっていうふうに興味が出ている方が視聴者さんに多いってことです多分この頃のチャンネル登録の数っていうのは5人だと思いますのであのチャンネル登録されてない方がね 主に見に来てる。まあ、そんな形になってるんじゃないかなと思います。で、プチ断食の入れ方とかね、それから朝のランニング週間とか、まあ、それぞれ再生回数が平均的に、ここまでのね、5本の平均から見ると、だいたい真ん中ぐらいになってますよね。で、この再生回数で安定するのが、この今日の話題のことというタイトルよりも、多分こちらのプチ断食のやり方とかね、 朝のランニング週間というところで多分同じようなことをやっている方が見に来ているんじゃないかなというふうに推察します。これはあくまでも推察ですよね。で、肝心なのはね、ライブ放送ってことなんですよ。実は通常の動画アップロードよりもライブ放送の方が視聴回数が上がる傾向にあるんですよね。これが一つ、私がライブ放送をやめない理由の一つなんですよ。それから、ライブ放送がこうやって、ね、毎日のようにコンスタントに続けられていると、 同じような時間に時間が空いてる人がね同じようにアクセスする可能性が強くなるんですよでライブ放送と動画の違いは何かっていうとねライブ放送は時間の共有とかコメントのうちでついて番組の中で読んでくれるっていうインセンティブが働くんですよねですんで一旦ライブ放送で自分のコメントが読まれた方っていうのは次も期待して見に来る傾向にあるんですよそういった形で徐々に 視聴回数の平均値が伸びていくってことになります。ですんで、ライブ放送を継続的にやることってね、そのままチャンネル登録を増やしたり、視聴回数を増やすことの、一番簡単で誰でもできる習慣化になるんですよ。で、ネタもね、自動的に探すようになりますしね。で、ライブ放送をご覧の方っていうのは、おそらくライブ放送の中から、いろんな気づきとか発見を得ることができると思うんですよ。 ですので、その気づきとか発見を今度は自分が放送することによってね、乗っかることもできるんですよ。例えばね、視聴回数の多い31回4日前っていうのがあるでしょ。ヘッドスパに関して動画をこの瞬間撮ると、こちらからの視聴者さんが流れてくる可能性と、ヘッドスパというキーワードに対してアクセスが見込めるわけなんですよね。このようにいろいろと考えることができて、今までのライブ放送の中で視聴回数の 比較的少ない2回3回みたいなテーマやタイトルっていうのはもう継続をちょっとね、一旦お休みして、受けてるなっていう動画のパート2を作るとよろしいかと思います。グルテンを取るとどうなるのパート2とかね。それからヘッドスパの裏話とかね。ヘッドスパにはどんな種類があるのかとかね。ヘッドスパの闇とかね。<laughs> そういった形ですそうするとこのキーワードに関連する方もしくはこれを見た方がえあの続きがあるのってことで見に来る可能性が強くなるってことですよねはい今回はこんなところにしておきましょうかまだまだお話ししたいことあるんですけどもねキリがないですから今回はこのぐらいに終わっておきます